ズマチャンネル。こんにちは、イグマです。今日は私の手持ちの秋のアイテム、それをご紹介していきたいと思います。秋にしか着れないような着物や帯や帯留めなどの小物をお見せしたいと思います。いや、この頃ね、私は北海道に住んでるんですけれども、なんかこの頃地球温暖化のせいなのかもしれないんですけれども、夏がねとても暑いんですよね。そして、結構9月になってもまだ北海道でも暑かったりして、冷房入れないとね過ごしにくいっていうような日が結構ねあるんです。そして今年なんかはね、10月に入ってすぐぐらいの日がもう暑くて、職場ではね結構ね暑がりの人が結構多いんで、冷房を入れてたんですよね。で、暑いって言ってみんな仕事暑い暑いって仕事してたんですけれども、その次の日になるともう寒くて、もう暖房入れたくなるような寒さだったんです。実際に私の家では朝晩暖房をその時は入れました。そして車を朝運転する時は24度に温度設定になってたんですけれども、今まではそれで冷房が出ていたのが暖房が出ました。だからもう本当にもうちょうどいい感じの秋っていうのがないまま、夏からすぐもう冬になるっていう感じで、もう秋が本当にね、なんか短いっていうか、秋を楽しむ余裕がない感じがするんですよね。でも着物の世界では秋を楽しむっていうのは大切かなと思います。それでね、秋合わせの着物っていうのは結構もう10月からぐるっと回って4月まで着れる10、11、12、1、2、3、4と結構もうね相当長く着れるんですけれども、これは、秋にしか着れないなっていうような柄のものが、これは春向きだな、これは秋向きだなっていうのは大体なんとなくはあるんですよね。まあ、例えば紬なんかでも茶系のものなんかはやっぱりまあ春でも着れないことはないけど秋向きかなっていう感じはしますよね。でも今日お見せするのはもうこれはもう秋じゃないと着れないでしょって、使えないでしょっていうものをちょっとお見せしたいと思います。実際に私いろいろこうタンスの中こうかきまして見てみたんですけども、着物はね、これは秋しか着れないっていう着物は1枚しかなかったです。で、帯はね 1、2、3、4、5本、あとは小物類などをお見せしたいと思います。はい、それではまず着物の方をお見せします。着物はこちらになります。カメラを変えてしっかり見ていきたいと思います。はい、まずねこちらの着物です。これね、葉っぱが黄色くなってますよね。葉っぱが黄色い葉と書いて紅葉っていう言葉もあるようなんですけれども、まさにそういった着物になります。とこれはね、私お気に入りのね小物でね、本当にね明るくって素敵な猫もかなと。はい、そしてこちらは帯になります。これはねアンティークの、袋帯なのかな、長さ的にはアンティークの帯なんですけれども、まあこれは必ず秋っていうわけではないですけども、まさにこれ紅葉の色使いですよね。そしてこのまあ多分菊ですよね。ちょっと桜っぽいにも、でもこれはでも葉っぱから言ってもこれなんかも絶対菊ですし、やっぱり秋のね、秋のこの葉っぱとお花、そしてなんかよくわからないなんか生地かな、いや違う、でもなんかね顔見るとなんかカモとかそんなような顔なんだけど、でもなんかこうなんか尾が長くってなんかよくわかんない、まあ
空想の世界の鳥なのかもしれないですけど、こういったねアンティークの帯ですね、黒地の帯なんですねこれね、まあ、こういったこれねアンティークで買って一回も締めたことないですねはい、そしてもう次はこれはまさに大輪の菊ですね。菊の柄は結構小さい菊だったりとか、抽象的な感じであれば年中切れるんですけど、これだけの迫力の大輪の菊ですよね。これはちょっともう秋じゃないとちょっと使いにくいかなって感じしますよね。これはね刺繍なんですよね、これ前はどんな柄だったっけ。前はあれ、あ、前もこういう感じですね。菊の柄が入っています。はい、そして次もいた帯になります。こちらはね、なんかススキみたいな感じですよね。こう紬の結構薄くてカジュアルな感じの帯ですね。これもやっぱり稲じゃなくて私はススキ、ススキかなと思うんですけどね、もしかしたら稲かもしれない。でもそれでもやっぱり秋ですよね。これを春に締めたらちょっと恥ずかしいかなって気はしますね。はい、はい、次いきます。次はもうこれは秋しかないでしょ。これ春に締めてたら恥ずかしいですよね。これは柿ですね。これ葉っぱ、枯れた葉っぱにこの柿ですね。たわわに実る柿ですね。まあ、これは絶対もうないでしょう。ね、お太鼓にもちゃんと柿がついてて、この柿の柄はの帯はやっぱり秋にしか使えないかなって気はしますね。そして最後の帯が、こちらになります。最後はこちらですね。はい、こちらはね別に春に使ってもいいんですけど、多分このなんか栗、ザクロっていうのは夏なのかな、私よくわかんないですけど、まあここら辺にあるリンゴのようなんとか、やっぱりなんかこう秋の果物がこう刺繍されてる感じで、まあ春に使っても変ではないけど、でもやっぱり秋に使った方が雰囲気は出るかなっていう気がする。これはねアンティークの復刻なんですよね。今モダンアンテナっていう風になってますけど、私がこれを買った時はレースの花さんって言って、モダンアンテナさんのお母さんなのかな、ちょっとよくわからないですけれども、モダンアンテナの前身の、レースの花さんっていうとこで買った、これは帯ですね。刺繍をアンティークの復刻プリントに刺繍がされている、素敵な帯ですね。はい、それではねここにね帯留め持っていきたいと思います。はい、こちらねプラスチック製なんですけども、こうまさにもみじ秋のものですよね。そしてこちらは菊です。菊の柄をねさっき言ったように、別に年中使ってもいいんですけども、やっぱり秋の方が雰囲気は出ますよね。でこれなんかはかなりこう写実的なね感じなので、秋に使った方が素敵かなと思います。はい、でこれもね、まあ帯留め、これブローチだったんですけども、ブローチに私がこうやって接着剤で帯留め金具をつけたどんぐりね、こういう布で作った、これどんぐりも使ってますよね、本物のどんぐり、どんぐりのブローチね、かわいいですよね。帯留めってほんとかわいいね。はい、そしてこちらもこれ綺麗ですよね。これもやっぱりもみじですね。
川にね流れてる感じ、お水の中にもみじが浮かんでるような感じですよね。はい、でもう一つが木の実をこう食べてるリス。これね、かわいいですよね。木の実を食べてるリス。これね、買った時はこの色が、地色がね、もっとね、白かったんですけど、なんかちょっと今飴色になってね、アンティークっぽい、なんかいい雰囲気になってますよね。はい、じゃ次は半襟を見ていきたいと思います。こちらね、白地の半襟ですけど、これ秋の七草の半襟なんですよね。これ実はね、裏側を見るとなんと春の七草春の七草とこう秋の七草と、だから春も秋も使えるどちらも使える半襟なんですけども、今の時期はこちらの方を使うとおしゃれかなと思います。っていうか、こっち使ったらもうわけわかんないって感じになりますよね。そしてあとこちらなんかね、多分着物だったと思うんですけど、それでその歯切れで作った半襟ですよね。あ、茶色っぽいもみじ、茶色の部分ももみじ、黄色部分ももみじですね。それとね、これね、今茶色っぽいのも持ってたんですけど、なんか探しても見つからなくて、でこちらは、青なんですけれども、イチョウですよね。でもこの実がなっているので、やっぱ秋に使った方がおしゃれかなと思いますね。はい、実はね、この後すぐ色違いも見つかりました。春にね、半襟の入れ替えをしていたんですね。そのことを忘れてて、これから使う秋冬物の半襟、ここに入っています。で、夏物と交換して入れ替えをしなくちゃなと思っています。はい、あ、そしてね、さっき一つ忘れてた帯留めも一つありましたね。こちらですね、見えるかしら。こちらね、メノウの帯留めなんですけれども、これね、帯留めっていうか、ブローチなんですよね。ブローチに帯留め金具をつけています。これをね、晩秋ですね、ミレーの晩秋をモチーフにしてこのブローチができてて、これもね、秋にしか使えない、とっても風情のある帯留めですよね。これでも私使ったことないかもしれない。すごい素敵ですけどねなぜかちょっと使いにくくて、はい。はい、こういったね、コーディネート考えてみました。これ、ね、帯ね、このアンティークの帯ですね、結構よく見るとね、痛みもあるんですよね。このアンティークの帯に、このミレーの晩秋のメノウの帯留めで、そしてこの着物はね、こういったなんか切りばめ柄ですよね。まあ、こういった植物なんかの雰囲気はちょっと秋っぽい感じもなきにしもあらず、でもまあこれは着物の方は、まあ、あんまり季節は関係なく、ちょっと茶色っぽい感じで秋の雰囲気ですよね。こういう感じで、まあ、小物類は赤系でこうまとめてみました。これをちょっと今日は着てみたいと思います。
けできました。ちょっとね、外が少しね今日暗くて、どんな風に映ってるのかちょっと心配なんですけれども、このね帯ね、あのアンティークでかなりこう擦れてるような感じになってるんですけれども、あの黒いところを見ると全然折り跡がなくって、なんかあんまり使ったような感じではないんですよね。仕立て直しをしてるのかもしれないですね。もうやっぱりなんかこう色味が本当に秋らしい感じですよね。全体的に本当こっくりとした秋の風情になったのではないでしょうか。やっぱり秋には秋の装いっていうのが着物ならではっていうか、まあ洋服でもそうなんですけれども、もうやっぱり見ていて素敵だなって思えるんじゃないかなと思います。それでは今日の動画はこれでおしまいです。気に入っていただけましたら高評価ボタン、またチャンネル登録よろしくお願いいたします。さよなら。